は、はい、聖書の学びを共にいたしましょう。学びをする前に、ちょっとアナウンスがあるんですけど、実は、先週ですね、キリスト教の、入門っていうビデオを、せずに、キリスト教入門の学びは今週しますって言ったんですけど、実は、今週もですね、実は、教会のいろんな、事情で、ちょっと学ぶことが、学びができなかったんですね。それで、キリスト教の学びに関しては、そのビデオに関しては来週に、そのビデオを、作りたいと思います、流したいと思います。それからですね、今週私メッセージしたんですけど、今度反対に来週ですね、6月の30日私がメッセージをしない日なんです、私の教会で。そんなこともあって、来週はこの私のこのローマ書の学びのビデオの方は、来週ないです。キリスト教入門の学びは来週あるんですけど、ビデオの方はないです。そういうことでね、しといていただけたらと思います。それではですね、簡単にお祈りをします。天の父なる神様、どうかあなたが私たちに、語ってください。このこと感謝し、主イエスキリストの御名でお祈りいたします。アーメン。はい、今日はですね、引き続き、ローマ書10章15節から、21節、タイトルは良い知らせを伝える理由という、タイトルの、学びです。ローマ書、今学んでるわけなんですけど、パウロがローマの教会に宛てて書いた手紙が、ローマ書なんですね。で、なんでこの手紙をローマの教会に出すことになったのか。過去の学びで何回も言うてるんで、もう皆さん知ってはると思いますけど、パウロがこの手紙を書いた理由っていうのが、正しい福音をローマの教会の人たちに伝えたい。で、なぜかというと、どうもね、このローマの教会はもういろいろなんか大混乱が起こってるんですよ。ローマの教会は、ユダヤ人の人でクリスチャンになった人、それから異邦人、いわゆるローマ人やギリシャ人や、ユダヤ人以外の人たちでクリスチャンになった人たちの、二つのグループがどうもあるみたいなんですね。ところが、このユダヤ人の人たちの福音に対する考え方っていうのが、正しくないと。で、パウロはこの手紙を書くことによって、一体何が正しい福音なんだということを説明しようとしているっていうところなんですけど、ちょっとこのビデオで質問があるんですけど、福音って何？良い知らせやろ？良い知らせって何？何が良い知らせなん？これ、正直クリスチャンの方やったら、パッと答えていただきたいとこなんですけどね。福音、何が良い知らせなのか。で、何を私たちは多くの人に、何のメッセージを伝えなくちゃいけないのか。これはね、福音っていうのは基本的に、神様が私たちを、ものすごく愛しておられて、そして、神が人となって、私たちの身代わりに、十字架で亡くなってくださったんだ。そして3日目に蘇られた。このことを受け入れることなんですね。このことを信じる。これすべて神の恵み。神様が私たちを憐れんでくださった。で、イエス・キリストが私たちの身代わりとして死んでくださったんだ。もうこれをね、伝えるという。こういうことなんですけども、そしたら、私たちは救われるんだよと。ユダヤ人の人たちは、この、信じたら救われるという、この基本的な、考えに対して、彼らはいわゆる行い、いわゆる律法を守るいうかな、何かこの、いいことしないと、救われない。いいことをすることによって、神様に、認めてもらえて、で、救われるんだと。こういった理解なんですね。で、福音はそういったことで先ほど説明したことなんですけど、ほんとは救われるって私今言いましたけども、これって何から救われる？ここもね、福音伝えるときに、私たち、特に日本の方に福音を伝えると、そしたら信じたら救われますよ、言うてもね、救いが何なのかわからないと、一体何から救われるの？お台風がもうすぐ来るから、台風から救われるとか、あるいは、もうすぐ大きな地震が来るかもしれんから、
イエス様を信じたら地震から救われる、そういうことか。それとも、ああ私今金銭問題で困って、あイエスキリスト信じたら金銭問題がから救われる、で そういう内容でしたっけ。あ、わかった。あるいはそうか、宗教やからな、キリスト教もな、よし、そしてイエスさんを信じたら私の今辛いこの地上での辛い生活、そしてこの辛い思い、もやもやした思いから救われる、いい気持ちになる、そういうことかい。キリスト教が言う救いって何？何から救われる？これを必ず言わないと全くまあ、意味がないっていうか、特にユダヤ人たちはこれ、この救いに関してもやっぱり勘違いしてるとこがあるんですね。彼らは行いで何かいいことしたら神様に認めてもらえて、そして、まあ彼らも基本的には天国に行くという、御国に入るという考えなわけですよ。でも、私たちクリスチャンがはっきりと伝えなくちゃいけないのは、何から救われるのか。それはまさにですね、ここを絶対、忘れないでほしい。死から救われる。滅びから救われる。イエス・キリストが、十字架にかかって私たちの身代わりとして死んでくださったわけでしょ。それを受け入れるいうことは、イエス・キリストが私の代わりに死んだから、私は死なないっていうことなんですよ。だから、救われる。私たちが言ってる救われるっていうのは、永遠の命が与えられて、そして私たちは、やがて神の御国に入る。まあ、その御国に入って、御国で永遠に生きる。これすごい永遠やで、永遠。いわゆるイモーロー、もう死なない、不死身になると、もう死がなくなったんだよと、これがグッドニュースなんですよ。もう死なない、私たち人類がもうずっとこのまあ何やろ、こうビクビクしているこの死という問題がないん、もうなくなったんだよと。だからグッドニュースなんですよ、福音。それはイエス・キリストが私たちの身代わりで死んでください。そして、なんと私たちも復活するんだという希望を与えるために、復活なさり。そして、このことを受け入れただけで、私たちは希望に満ちて、わあ、僕はもう死なないんだ、やがて復活するんだっていうのをはっきりと分かると。まあ、この体は、アダムから来てるんで土に戻すんですけど、しかし、私自身はもう、今、死んだらもうすぐに天国に行くんだという、これがはっきり分かっていると。しかもその保証として、御国へ入る保証として、なんと聖霊様が私たちに宿られるという、もう超スーパー、デューパー、めっちゃ現象が起こり、そして私たちはもう平安に満たされて、まあ喜びを持って生きる。これ、もう死なないという喜び。これが私たちのグッドニュースなんですね。で、これを、ただ、受け入れる、信じるっていうことなんです。で、これをパウロさんはもう本当に何回もユダヤ人たちにまあ説明したい。そして、これを説明するのに、当然誰かが周りの人にそれを伝えなくちゃいけないんだよ。そして、前回学んだ最後の部分、15節では、私たちクリスチャンは、この福音を述べ伝えるために、まあ、神様に使わされているんだよという、そういうところで実は終わってました。ちょっと15節おさらい兼ねて読んでみたいと思います。使わされなくてはどうして述べ伝えることができるでしょう。次のように書かれている通りです。良いことの知らせを伝える人々の足はなんと立派でしょう。まあ、この箇所を私、読むたびに思うんですけど、私ね、アメリカに長くおったんで、アメリカはね、実は年に一回、メモリアルデーっていうのなんですよ。メモリアルズデー。で、これは何か言うたら、アメリカ、自分の国を守ってくださった、兵隊さんたちを、尊敬する日なんですね。ほんで、その日になるとね、教会なんかでも、なんかこの、肩のとこか胸のあたりに、このリボンつけた、お母さんたちがよう来はって、で、大抵ね、その家族は、息子さんを失ってるんですね。私ね、日本の方がアメリカちょっと知らないなと思うところが一つあるのは、アメリカはずっと戦争してますよ。日本は80年前に戦争終わった平和なんて言うてるかもしれませんけど、アメリカはね、ずっと戦争して、今もたくさんの兵隊さんが、戦っている。で、
そういった中で兵隊に対する、まあ、尊敬中かな。で、そのみんなパレードするんですよ。街の、メインストリートをね、パレード。で、非常に立派に見える。まさに私たちは、実はクリスチャンソルジャーいうことで、神様に、使わされて、そして聖書は、その一生懸命伝道している人たちのなんと足は立派なんだ。本当に素晴らしい。っていうふうに言ってくれるんですね。まあ、誇りを持ってる。正直言って私、日本に帰ってきて一つ残念なのが、そういったその、日本は戦争に負けたからかもしれませんけど、やっぱりこの、自分の国を守ってくれている人たちに対する尊敬があんまりないなと。私たちやっぱりね、警察の方やとか、それから自衛隊の方にはやっぱりありがとうって言わんとあかんと思いますよ。そうじゃないと。いや、それが他は当たり前なんだけど、だって、彼らが国を守ってくれてるわけでしょ。やっぱ感謝すべきだ。これは私の個人的な意見ですけど、思います。どちらにせよね、私たちが一生懸命頑張って、その福音を伝えるっていうのは、本当に、立派なことなんだよと、まあ、聖書は言ってくれる。ただ、次の16節読むと、パウロはですね、しかし、この福音を伝えても、なかなか信じない人もいるんですね。16節ちょっと読んでみたいと思います。しかし、すべての人が福音に従ったのではありません。主よ、誰が私たちの知らせを信じましたか？とイザヤは言っています。パウロさん、このイザヤ書の、箇所を利用して、説明してるんですけど、結局私たちこう福音伝えに行くと、多分クリスチャンの方でもしかしたら福音を伝えた経験ある方おられるんじゃないかなと思うんですけど、どうでした？正直言ってすぐにみんな信じてくれたら、楽やなって感じで、全然もうケチョンケチョンに、無視されるいうか、ものすごくこう嫌がられて、でこうお前何しに来たんやと、確かにね、なんか変な人来たような感じで、私たちのこの話も当然聞かないし、トラックと私たちですぐゴミ箱捨てられるし、ギデオの方々なんか聖書をこう渡すんやけど、聖書をもらった瞬間、ドーンでこう、道具に捨てるし、中高生もいてるし、もうとにかくね、私たちが一生懸命この福音を伝えようとしても、多くの人がやっぱ信じない。もう死なないんだよっていう素晴らしいメッセージなんやで。だって、もうあなたは死なないよ。しかもそれは、ただイエス・キリストに感謝して、受け入れただけ、信じただけでいいのに、そこまでいかないですね。多くの人が、信じない。で、特にこのパウロがここで言ってるのはユダヤ人なんですね。ユダヤ人は自分の行い、自分が頑張ったら何とか認めてもらえて、何とか天国に行けるかもしれない。正直言うと多くの宗教がそういったその行いをベースにした宗教なんですよ。何かすればいいことがあるよと。これしないとダメだよと。で、いろんなこと、宗教の中で、させるいうかな。こうやって毎週、ちゃんと、駅前で立って、聖書を配りますとか、やらないとダメだよとか、そういった、そうしないといけないんだよという。で、これは、なんちゅうかな、しないと救われないとか、いうことでは、キリスト教ではないんですよ。キリスト教では、救いっていうのは、いわゆる、永遠の命っていうのは信じるだけなんですけど、ユダヤ人はそう思ってない。で、パウロはこの話をする、9章の初めに、ものすごく悲しい。いくらその福音を伝えても、ユダヤ人たちは信じないんだ。本当にパウロは悲しいっていうことを言ってたんですね。そして、この17節へ次行きたいと思います。そのように信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのです。ここで、17章、やはりこの福音を伝えて、そしてあちらさん聞いてくれないといけない。で、聞いてくれたら、私たちはキリストについてのことを、の言葉を伝える。ここでキリストについての御言葉って書いてますけど、ここギリシャ語ではね、キリスト、ジェネティブっていう、ギリシャ語の、あれがあるんですけど、いわゆるジェネティブいうのはキリストのって意味なんですね。だから、英語で言ったらオブになるのかな。The Word of Jesus or Christ ということで、結局、キリストの言葉を伝える。
っていう意味でも取れますから、だからまあ、キリスト、イエス様が何をおっしゃったのか、イエス・キリストの言葉を私たち伝える。あるいは、まあ、キリストに関することっていう意味でも取れないわけでもないですからね。まあ、そういうことで、イエス・キリストについて私たちは、まあ、イエス様が何をしてくださったのか、あの十字架の死と一体何だったのか、そして、救われるのはどういうことなのか、これをちゃんとこう伝える必要があると思うんですね。ただちょっとここでね、ちょっと質問があるんですけど、まあ、今日のあの話のメインテーマですけど、なんで神様は私たちを使うんやろ。正直言って僕、特に私みたいな人間は、大したことあれへんで。そんな、神様何も私使わんだって。神様全知全能やろ。全能だ、何でもできるんやんか。まして、もう、数えきれない、もうな、たぶん何億か何十億か知らないけど、すっごい数の天使の軍団を引き連れらんねんで、だから私みたいなのにやらさんと、福音を伝え、神様一人でも滅びてほしくないんやったら、それやったら天使、ビャーって世界中に天使をばらまくいか、天使つこたらええやん、天使さんの方がずっと私みたいなよりも清いっていうか、もう、ね、力もあるやし、私みたいなこんなふにゃふにゃなこんな人間、しかもまして罪深い私たち、なんで神様はクリスチャンを使って伝道させるんやろ。ご本人がやったらええと思えへん？ご本人全能なんやから。あるいは天使使わなくても、本人の、もう、それどう思う？私使ったって、私大したことないですせ。って言いたくなれへん？どうですかね。これに関してはね、これに関してちょっと今日はそのことを説明する。なんで神様が私たちクリスチャンを使って伝道なさるのか。なんで私たちをこの、まあ、使われるのか。これ一つにはね、神様のご計画、これ神様決めたことでもあるんですね。まあ、ちょっと次の、第二テモテの1の9から11読んでみます。神は私たちを救い、また聖なる招きを持って召してくださいましたが、それは私たちの働きによるのではなく、ご自身の計画と恵みとによるのです。この恵みは、キリストイエスにおいて、私たちに永遠の昔に与えられたものであって、それが今、私たちの救い主、キリストイエスの現れによって明らかにされたのです。キリストは死を滅ぼし、福音によって命と不滅を明らかに示されました。私はこの福音のために、宣教師、使徒、また教師として任命されたのです。この、まあ、テトス、第二テトスのところではっきり書いてるように、神が私たちを、まあ、選び、そして、私たちを、まあ、恵みを持って救ってくださったんだ。で、パウロは最後の、11節で、私はこの福音を伝える仕事というかな、に任命された。この任命っていうのは、まあ、敗者が命令なんです、命令。私たちは、結構多くの方が、特に多くのクリスチャンが勘違いしてるかもしれませんけど、福音を伝えるっていうのは、これまず命令。命令やし、これを、敗者が私たちの仕事として神が与えてるいうことです。仕事やからやって当たり前なんです、実は。ほんで、やらないかったら、やらない、おかしい。これは神が計画なさり、神様がそう決めたんだと、テトスの1の3にもこう書いたんですね。神はご自分の定められた時に、この御言葉を宣教によって明らかにされました。私はこの宣教を私たちの救い主なる神の命令によって委ねられたのです。このパウロから。つまり、私たちもパウロさんのようにですね、この宣教、まあ、いわゆる福音を伝えるというのは、もう神様に委ねられている。まあ、命令されている。これは私たちが、まあ、まあ、任命されている仕事ですよと。まあ、別の言い方すると、旧約聖書にいろんな預言者の人たちいたじゃないですか。まあ、モーセやとか、エゼキエルやとか、ダニエルやとか、あの人たちと同じように、私たちも扱われてるんですよ。出中エジプト記の3章の10節に、モーセを選ぶときにこう言ってた覚えてあります。ちょっと読んでみますね。今行け！私はあなたをパロのもとに使わそう。
私の民イスラエル人をエジプトから連れ出せ。早い話が、この、私たちが、に宣教しろと神様おっしゃってるのは、これまず命令であり、そしてこの旧約の預言者たちを神様選ばれたように、私たちにそのことを託してはる。選ばれて、私たちを選び、そして私たちに命令なさってると。だからこれ任命されてる。で、このあたりをちょっともっとよく深く分かるためにはね、イエス様が、一番最後に父なる神に、長いこのお祈りをしはるんですね。一番最後というか、イエス・キリストが十字架にかかるほんのちょっと前。イエス様は、エルサレムで、ある誰かの家の2階かな、上で、最後の晩餐、弟子たちと最後の食事をしはり、そしてその食事が終わった後に、ゲッセマネという、オリーブ山の方に向かっていきはんですね。で、ゲッセマネという、庭みたいなところで、お祈りをするんですけども、なんと、ヨハネ書にはですね、イエス・キリストが、そのゲッセマネで祈ったのか、その前だったのか、はっきりしないにせよ、その頃に祈った、一番最後に、最後の晩餐が終わった後に、イエス様がこのお祈りをしてくださった。最後にイエス・キリストが、この十字架にかかる前に、父なる神様に何をお願いしたのか、その内容を書いてあるんですね。それはヨハネの17章。ほんで、私たちクリスチャンに関することなんですよ。私たちを置いとくから、神様どうか彼らを守ってくれという内容なんですけど、ヨハネの17章の18節読むとこう書いてあるんです。あなたが私を世に使わされたように、私も彼らを世に使わしました。なんとこの18節で、はっきり書いてるのが、父なる神がイエス様を、イエス・キリスト、御子なる神をこの地上に使わした。それと同じように、私も今、クリスチャンたち、この世の中に使わします。これ、命令ですから、私たちは、イエス・キリストが、この地上に命令されて来られたように、私たちも、この世に使わされているんだ。神様に、私たちもこの世に使わされました。ほんで、実は21節に、イエス様は、こういうふうに祈ります。20節読んでいます。それは、父よ。あなたが私におられ、私があなたにいるように、彼らが皆一つとなるためです。また、彼らも私たちにおるようになるためです。そのことによって、あなたが私を使わされたことを世が信じるためなのです。ヨハネ書の17章で、イエス様が父なる神に祈っている最大のポイントは、このクリスチャンたち、一つにしてください。教会って基本的に一つしかないんですよ。いろんな教会、言ってますけど、神様のイエス様の教会はね、もう一つしかない。で、このイエス・キリストの体である教会が、イエス様は私たちを送り出して、その理由っていうのは、なんで神様は私たちを使うの？それは、神が私たちと共にいる。私たちが神様と一体になっている。この姿を、世の人が見て、そして信じるため、私たちが世界に出ていくは、そのように命令されてるんですけども、そのされる理由っていうのが、神が私たちと共にいるその姿、一つになっているその姿を、世の人が見て、福音を信じるためなんですね。すごいことや思えん。で、それだけじゃないです。22節にはこうも書いてあります。また、私は、あなたが私にくださった栄光彼らに与えました。それは私たちが一つであるように、彼らも一つであるためです。なんとイエス様はここで父の神に、あなたがくださった栄光、神の栄光に、このクリスチャンたち、私は彼らに栄光を与えたということは、結局私たちも神の福音を伝えることによって、神の栄光に預かるものになる。すごい神様の栄光ってすごいで。だから、神の栄光に預かるものとして、私たちはこの仕事が、任命されているんだよと。そして、23節にもこう書いてあるんですね。私は彼らにおり、あなたは私におられます。それは、彼らが全うされて一つとなるためです。
それはあなたが私を使わされたことと、あなたが私を愛されたように彼らをも愛されたことをこの世が知るためです。で、先ほど言ったように、なんで私たちが神様、なんで私たち使うのか、で私たち行ったところでもう大変なこと目に遭うんですけど、しかしそれは私たちと共に神様がおられて、しかも神が私たちクリスチャンを愛しているんだ、ここには愛があるんだ、愛しているんだっていうことを人々が見て、そしてこの世が神の愛を知るため、どう思う？つまり神は私たちを使って、そして、そのこの世に神の愛、神様のを示そうとなさっているんだ。あの、正直言ってすごい大切なお仕事なんですね。ただね、これ仕事ですから当然ちゃんといい仕事すればいいんですけどね、仕事ってさ、もし怠けてたらどう？箴言の 10-26 にこう書いてません？使いにやる者にとって怠け者は歯に巣、目に煙のようなものだ。まあ、神様が私たちをお使いに出すんですけど、私たちを使うようにこう、でも、私たちが怠けていると、それは歯に吸う、歯が染みる、経験したことある。なんか歯が染みる、って感じの、あるいは目に煙が入ったら、まあなんかこう涙出てくるし、まあ嫌ですよね。なんともこう、歯がゆいって言い方いいのかな。まさに、私たちが、クリスチャンが全然福音、皆さん当然このビデオを見てる方は、私なんかがその言わんでも福音いっぱいいっぱい伝えてくれてると思うんですけどね。私こういう福音のこれトラクト作ったんですね。で、私の教会の方も配ってはくださってるんですけど、欲しかったら言ってください。私の教会の E メールなんかにリクエストしてください。で、少なくとも、まあ、数名の方なんですけども、何回も私を送らせていただいている方いてます。本当にたくさんじゃないの、何人かの方。で、その方々全然日本の違うところに住んであって、で、全然違う、なんちゅうの、全然お互いを知らない方々なんですけど、このトラクトをね、まあ、周りの家のなんかこう、まあ、何やろ、特に郵便受けにポンポン入れてくださったり、してくださる方がいて、欲しかったら言ってください。私これ作るのね、夜かっちゃんかっちゃん作るんですけど、私の作るスピードがあんまり遅かったりしたらあれですけど、でもね、ちゃんと送りますんで、欲しかったら言ってほしいです。まあ、どちらにせよ、この、でも福音が伝えられると思います、私は。まあ、何が言いたいかというと、これ、怠けてたら、まあ、神様にとって、まさか仕事怠けてたら、やっぱり怒られへん？まあ、どちらにせよ、私たちやっぱこう、福音伝えるのは仕事なんやと。それからね、実はもう一つ、ものすごい大事な理由があるんです。もう一つ、なんで神様私たちを使うのか。それはね、実は私たちが福音伝えるでしょ。ほんで、神はなんと私たちをどう、この世の中の人が、福音を聞いた人たちが私たちをどう扱うか、実はそっちの方を気にして見てはるんです。ヨハネの 13-24 とこう書いてあるんですね。誠にあなた方に告げます。私を使わす者を受け入れる者は私を受け入れるのです。私を受け入れる者は私を使わした方を受け入れるのです。イエス・キリストは私たちが周りの人に使わされて、で、それ、周りの人がどう私たちを扱うか、一生懸命こう見てはるという内容なんですよ。ただ、行くと、私たちがイエス・キリストのようなものとして行って、イエス様がこの地上で、まあ、正直言って、大変な目に遭うんですけども、同じようなこと起こると。それを実は見てるっていうんですね。第一ペテロの2章の19から21にこう書いてあるんです。人がもし不当な苦しみを受けながらも、神の前における良心のゆえに悲しみをこらえるなら、それは喜ばれることです。罪を犯したため打ち叩かれて、それを耐え忍んだからといって、何の誉れになるでしょう。
けれども善を行っていて苦しみを受け、それを耐え忍ぶとしたら、それは神に喜ばれることです。あなた方が召されたのは実にそのためです。キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うようにとあなた方に模範を残されました。私たちが福音を伝えたり、まあクリスチャンとして生活し、周りの人々に福音を伝える。そしたら、なんちゅうやろ、ひどい目にあったとしましょうよ。福音を伝えてんのに、その苦しみを受ける。で、これはまさにイエス様が受けた苦しみと同じですよと。イエス様も神様が一人になったお方やのに、世の中の人は、あんなやつ十字架にかけてまえ言うて十字架に最後かけられて、まあ殺された。同様にですね、神はなんと私たちがその福音を伝えに行く。そのことによって、聞いてる人々がどう私たちを扱うかいうのが、彼らの、まあ、裁かれる、大きな理由になり、コップ一杯の水でも、この、しもめに与えたかいうのが本当に問われる。私たちがどう扱うかを神様は見てはるんですね。私たちはクリスチャンですから、キリストのようなもの、イエス・キリストの、まあ、代表として、まあ、みんなのとこ行ってる。しかもですね、これ、一番最初の私、なんで福音は神様やれへんねやと、なんで私たちにさせるんやと言いましたけど、本当は、この福音っていうのは神様がなさってるんやね。マルコ書の一番最後、16章の20節に、こういう言葉が書いてあります。そこで彼らは出て行って、至るところで福音を述べ伝えた。主は彼らと共に働き、御言葉に伴う印を持って、御言葉は確かなものとされた。実は正直言うと、救いというもの、私たちクリスチャンは福音伝えても、誰一人救えないです。私たちが人を救うんじゃないです。救いは神様の技やから、私たちは福音を伝えるっていうのは私たちの仕事で、そしてそこで聖霊様が働かれて、人々を救われる。クリスチャンが勘違いして、あ、私は今年、100人は救わんだかんとか、私たちは福音を伝え、グッドニュースを伝える、メッセンジャーですね。そして、神がしかしずっと私たちと一緒におられ、そして、仕事をなさっているんだよと。そして最後、第一コリントの9の16にはこういうことも書いてあります。というのは、私が福音を述べ伝えても、それは私の誇りにはなりません。そのことは私がどうしてもしなければならないことだからです。もし福音を述べ伝えなかったら、私は災いだ。これパウロさんが書いてるんですけど、正直で福音を述べ伝えるのは仕事ですから、やって当たり前なん。やって何を、私は今日はたくさんの人に福音伝えた、たくさんのいい仕事した、まあ言うてもこれ神様が来た当たり前でしょうと、あなたの仕事でしょうと。だからやって当たり前のことやってないんやから、やってなければ、まあ皆さんやってると思いますけど、もうこれ渡すだけでいいから、これは中読んだ読んでいただけたらありがたいと思うけど、まあどちらかと欲しかったら言ってくださいね。神がお仕事をなさってくださって、まあこれね、今日今言ったことをまとめると、なんで神様は私たちを使われて、そして福音を伝えるのか、これ私たちの仕事であり、そして、でもそれは神様がなさってる神の技なんだよと。しかも神様は私たちが行くことによって人々がどう私たちに反応するか見てる。そして実は神が私たちと共にいて、私たちが生き生きと神のエネルギーと喜びを持ってニコニコとしている姿を人々が見て、そして人々が、ああ、この人たちは神様に愛されてるんだ、この私たちのその教会が一つになっているその姿を見て、ああ、私たちはこの神は信じれるんだというふうに思うために私たちを使う。私たちは神様の代表、キリストのようなものとして人々と呼吸、しかもこのことによって神の栄光に預かるものになれるし、
しかも、神様が私たちを愛してるんだということが人々にも伝わるし、私たちにもそれよく伝わるし、そして何と言っても最後に言わせてもらうと、そういった人々への隣人への愛があるからこそ私たちはこの伝えるだと思うんですね。で、まあちょっとローマ書に戻りますけど、ローマ書のこの18節、戻ってみます。でもこう尋ねましょう。果たして彼らは聞こえなかったのでしょうか。無論そうではありません。その声は全地に響き渡り、その言葉は地の果てまで届いた。この18節でパウロが言うには、この福音っていうのは、まあ、全世界に、まあ、届くんだと。実はこの世が終わる一つの、印として、福音が全すべての人たちに伝わると、それから終わりが来るっていうのがあるんですけど、正直言ってね、今世界でイエス・キリストを知らない人っていてるんやろか。ちょっとみんな知ってるように思いますね。で、私たちが福音を伝えるのは本当に大切なことで、福音を伝え、そしてこの良い知らせ、そしてもう死はなくなったんだよということを知らせる。で、もう一つね、私思うんやけど、良い知らせ、福音を伝えたら、その聞いた人が、なんやろ、健やかになるか、聞いた人が、信じた人が変わるんですね。それから、しかも、いい方に変わるか、宗教でも、宗教に入ってよ、なんや、変な風にその家族がなったりするのは、基本的に間違ったると思いますね。箴言の15の30、こう書いてあるんですね。目の光は心を喜ばせ、良い知らせは人を健やかにする。私がやはりこの福音を伝えることの一つの大切さって思うのは、受け入れた人の人生がガラッと、本当にこの平安に満たされ、神様と共に歩むことの人生が始まり、その人が明るくなるいうか、いい方に変わる。これがクリスチャンの、経験やと思うんですね。本場にね、宗教によって、その宗教あることによって、なんか、余計暗くなったり、なんか、無理やりなんかさせられたり、いうのは、やっぱり僕は最初は、危険というか、おかしいんちゃうかと思いますね。やっぱりそこに平安、幸せがなければ、とは思いますけども。まあ、どちらにせよ、そのようにパウル言うんですね。で、次、19節読んでいます。でも私はこう言いましょう。果たしてイスラエルは知らなかったのでしょうか。まずモーセがこう言っています。私は民でない者のことであなた方の妬みを起こさせ、無知な国民のことであなた方を怒らせる。ユダヤ人たちにもちゃんと福音を伝わっているんですけども、彼らは頑固で頑ななんですよ。彼らはなんか自分の行いで救われようとして、救いの意味さっぱり勘違いしてるんですね。そしてパウロは彼らにもちゃんと福音伝わってないけど、彼ら、神様、今、異邦人のこの時代、つまり今は教会の時代なんだと。神はイスラエルを無視したわけじゃない、無視したいから、神はイスラエルを捨てたんじゃないよと。イスラエル人も愛してるけども、しかし、今はこの異邦人のへの救いがあって、そしてイスラエル人はそれを見ること、彼らも私たちを見ることによって気がつくはずなんだと、そういうふうになってほしいというようなことを言うんですね。で、今日、いよいよ、最後の部分、20から21節の部分読んでみます。またイザヤは大胆にこう言っています。私は私を求めない者に見出され、私を尋ねない者に自分を表した。またイスラエルについてはこう言っています。不従順で反抗する民に対して、私は一日中手を差し伸べた。神様はイスラエル人を、愛してはるし、そして神様すべての人を愛してはるし、で、このイスラエル人ずっとこう手を差し伸べて、イエス・キリストを受け入れるようにやってますよと。で、私たちはまさにその仕事が任されてるんですよ。私、例えば死んだり、天国行ったりした時に、私、永遠にもし生きれたら、どんなところにいたいかと、ちょっと思った時なんですね。私がいたいところはね、やっぱりものすごく綺麗なね、本当綺麗な、絵に描けるような、もう周りがほんま芸術の世界のような、もうほんま美しいところにずっといたいし、それからやっぱりこの友達いうかな、本当に気の合った私を愛し、私が愛する、そのほんま仲のいい友達、兄弟姉妹っていうかな、ほんで家族のような、もういつもこの、冗談を言い合って、もうこの楽しい、
まあ、家族、仲間、そういった人がいっぱいこう友達に囲まれているような、ところに行きたいし、それがやっぱりね、苦しみがない、怪我もしない、第一、もう年も取らない、ずっともう、ピチピチボーイ、ね、女の子はピチピチギャールのままでずっと折れるような、もうとにかくずっとエネルギッシュで、ずっと若くて、で、ずっと死もない。死ぬことがないし、怪我することもないし、苦しみがない、悲しいとこがない。てかね、まあ、希望としては、まあ、あと動植物に囲まれてるかな、もう大きな動物も非常に優しいいうか、もう、ライオンでもこう、ケッてこうやってこうやってこうやって、もう大きなぬいぐるみみたいな、もうクマさんも大きなクマさんできて、おお、今日も歯にちょうだいとか言って、もうクマさんもごつ優しいような、なんかそんな素晴らしいこの動植物、まあ、動物の世話したり、で、そういう喜び、それからもう一つね、やっぱりね、クリエイティブなことしたいです。私、私個人的にはね、ちょっと絵描いたりするのも好きなんですけど、音楽好きな人だったら、音楽をずっとこう、なんかクリエイティブなことができるような場所、とかね。で、今言うたことはまさに神様がおっしゃってる御国の姿なんですよ。まさに私たちは神と共にいて、そしてその御国での幸せがあり、そしてまさにこの場所に永遠に私たちが生きて入るというのが、もう本当の神のこの長い間の計画であり、これをために私たちの身代わりとしてイエス・キリストが死んでくださった。問題は神を愛するかなんですね。神を受け入れ愛し、神のこの死をもって私たちを愛してくださったこの愛を受け入れたら、あなたは死なないよ、あなたには永遠の命ですよ、与えられますよ。これを伝えるのが福音。めっちゃええニュースやんと思いません？死ねへん言うてんねん。それ約束してる神様って、あなたもう死にません。いや、すげえ話やると思いません？これをぜひですね、私たちクリスチャンは伝えていきたいと思います。そのことを思い、本当に怠け者でもなく、私たちは神の栄光に預かるためにも、このことを伝えていきたいと思います。これ私たちの仕事ですから、やって当たり前なんやから。 それではですね、お祈りして今日のメッセージを終わります。天の父なる神様、今日のメッセージ感謝します。私たちが、福音を伝えることができますように、どう、そしてあなたが私たちと共にいること、いてくださることを感謝します。どうか私ども、悪しき者から、守ってください。このことを感謝し、主イエスキリストの御名でお祈りいたします。アーメン。はい、以上でした。それではまたよろしく。バイバイ。